業生でお祝いしたいなという声が上がり、そしてあのパレードとコンサートできないかと、当初はあのパレード勝手にして、でそこら辺の公園で演奏しようかって話だったんですけど、まあ、協力を得てですね、で地元のライオンズクラブとか全然バックアップになっていて、今日このように非常にあの盛大なパレードとコンサートであったことに喜んでおります。まああの一回きりですのでね、あのグダグダのメンバーありましたけど、なんとか、やれてますので、最後まで、やりきりたいと思います。本当にあのいい天気に恵まれて良かったと思います。あの朝本当にどうなるかと、中止になるんじゃないかと思いました。すでに100周年が10月15日に迎えたんですけど、新しい100周年に向かって、卒業生の皆さん方のこういう志っていうんですか、応援非常に感謝しております。これからも頑張りたいと思います。ありがとうございました。